まあ、前々からよく相談される、質問されることがありまして、これは写真を加工することは、果たしてどうであるかということで質問を受けます。写真を加工しないのが写真であって、その加工せずに写真を撮ることが写真の写真たるゆえんなんだというふうに言う方が非常に多いですね。特にそのフィルムから始めた写真家というかですね、まあ、ほとんどの写真家はまあフィルムから始めてるわけで、そのデジタルから始めてる写真家というのはまだまあまあそうそういないと思うんですね。で、やはりフィルムから始めてきてますので、そのフィルムの時の写真の捉え方がですね、ポイントになって、まあ意見を言ってることが多いんですが、そのデジタルによってですね、何が変わったかというとですね、非常にこう広い意味での表現力ができるようになった。もちろんフィルムの時代も様々な表現はできたわけですけども、それ以上にデジタルというツールを使ってのですね、カメラを使っての、そしてソフトを使っての表現ができるようになったわけですね。多くの方が写真はその加工しないことが写真なんだという意見を言う方がいらっしゃるんですが、それはもちろんそれでいいと思います。その考え方が間違っているということを言ってるのではなくて、それはそれで非常にいいことだと思うんですね。それは写真のストレートの写真の感動やダイレクトに撮ったものをですね、表現するというのも一つの表現方法だと思いますね。ただもう一つの側面として言えるのは、写真が必ずしもですね、その記録性のものだけではないということなんですね。カメラを使って表現する、まあ場合によってはカメラを使わずに表現するというフォトグラムのようなものがあります。例えばこういうのがフォトグラムというんですが、まあ、これは因果紙に直接ですね、その物を置いて影を作って作るというのをフォトグラムというんですが、こういう写真の表現は昔からあったわけですよね。で、こういうものは写真ではないというふうに言ったときに、元々のところをもう一度再認識していただきたいと思うんですが、写真という言葉は、もともとはフォトグラフというところから来てるわけで、これは光を描く、もしくは光で描くということを言ってるわけですよね。真実を写すという意味ではないわけです。写真という言葉なんですが、まるで生きてるがのごとく描かれた絵をですね、見て、まあ、徒歩が作った言葉なわけですよね。で、その言葉からしてもですね、よりリアリティがあればですね、これは十分に加工をしても写真という定義に当てはまるんではないかと思います。決して真実を写すという意味から写真という言葉ができたんではないということ、これをですね、もう一度再認識していただいた方がいいんではないかと思いますね。この部分に関してですね、いろんな意見があるんですが、写真を表現するということ、作品として表現するということにおいてはですね、加工もありであるということで考えていいと思いますし、まあ、それがですね、いわゆる写実ということですよね。リアリティがあればですね、全く問題はないということは言えると思います。じゃあ何をしてそのリアリティというものを、まあ、定義づけるかということなんですが、それはですね、色調、階調、コントラスト。このバランスが取れていればですね、もう十分写真としての表現ということが言えると思います。ところがこれを逸脱しているもの、これを逸脱しているものはですね、やはり写真とは言えないんではないかと思いますね。まあもちろんですね、ベースとして写実であるということはもちろん重要なわけですけども、その時にですね、極端なシャープがかかっていてですね、ブルームのようなものが発生しているとかですね、そういったことがあってはですね、意味がないわけですよね。写真ではなくなってしまうわけですよね。全く写実ではないわけですから。要するにリアリティがいかにあるか、そしてその美しさがいかに美しくあるか、そのためのですね、技術やそのためのテクニック、そのためのそのソフトによるその演出があってもですね、それは十分写真として成り立つんではないかと思います。ですので、まあそのレタッチに関してですね、レタッチという言葉ではなくて、仕上げのスキルということで、仕上げ方ということですよね。いかに美しく仕上げるかということがですね、できていれば、それはもう十分写真として成り立つというふうに考えていただいていいんではないかと思います。ですので、まあ、レタッチをすることに罪悪感を感じている人が、今でも結構いらっしゃるんですが、
そんなことを考えずにですね、ぜひとも自由に写真を楽しんでいただければと思います。趣味で表現するのにですね、そんなに自分で苦しくなる必要はないと思いますし、その枠を作りすぎてしまう、その自分で勝手に作った枠、もしくは周りによって作られた枠の中でしか動けないということがないようにですね、もっと自由に写真を楽しんでいただければなと思います。そのためのスキルやテクニックを学ぶということは、十分にですね、写真を楽しむということの一つだと思いますので、いろいろな知識、情報あると思いますが、はっきりと画像が形成されているということがベースになってますが、色調、コントラスト、階調、この3つが出ていればですね、これはもう十分写真として表現できると思いますので、ぜひそういった観点から写真を捉えていただければなと思います。そしてもっともっと自由に写真を表現していただければなとも思います。